お世辞にも模範的な大学生とは言えなかった自分が、あれから40年以上経って、こうして母校のこの大隈講堂で、内閣総理大臣として、講演をする、まさに当時としては、想像もできない、まさにまさかであったわけであります。人生に無駄なことはない。失敗したと思っても、その失敗は必ず将来に意味をなすということ。結果が出ない。やはりどうしても焦ることになってしまう。これでいいのかと、このままでいいのかと悩むこと多いかもしれませんが、そういった失敗とか悩み、これは必ずこの人生にとって意味があると信じて、今を大事に生きる。それがアドバイスとしては大事なんではないかな、こんなことを感じています。対話、これはしっかりと重ねて、気候変動をはじめ、共通の課題については協力をする、こうした建設的かつ安定的な関係を双方の努力で進めていく、これが私のこの政権における基本的な考え方です。ですから、そういった考え方に基づいて、あらゆるレベルで緊密に意思疎通を図っていくことは重要であると思っています。そしてその中で、ご質問の訪中等についても考えていく、こういったことではないかと思っています。